おっと、ただいま艦内の緊急保安システムが作動しました。どこ、ここは。何階だ。2階か。どうする、こっちかな。うーす、こっちら。一応アイテムは全部取ってるからね。うわっ、痛え、痛い、ちょっと待って、あ、間違った。ちょっと待ってね、今無理やりやったからちょっとやばいわ。違う。かあ、こっちか。え、正常されてんの。こっちからいけないのか。こっちも向こうから正常。ここは、外れ道だ。え、どこだ、どこに行けばいいんだ。はい、え、ガチで何すればいいの。あ、見つけたけど大丈夫か。下は何もない。アイテム1個ぐらい落としていてでもいいじゃん。暗い、敵はいない、いないね。 OK。 うーわ、真っ暗やな。真っ暗ではないか。どこだ、ここは。あれ、ここってさっき見たよね。特になんもないのか、ここは。このアラーム音が結構なんか耳にくるな。あ、アラン、どうやってここに来たの。エブリは、あの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道、俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。やつはお前を信用してる。あのクソガキ、俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだ、エブリン。アラン、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気をしっかり持って、アラン。え、あ、エブリン、やめて、今すぐやめるのよ。俺にされた。え、うわ、気持ち悪い。死んだ。あ、は、感染してるのか。え、大丈夫だね。あっちが開いたのかな。けど行くしかないよね。なんもない。いえ、ちょ、だってこれどうすんの。体力ゲージとかすらない。あ、体力のゲージのあのやつもなくなってる。しかも暗すぎて全然見えない。え、なんか MP4 が入ってるね。39秒。
何何何何あなたに私嘘をついたごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら私を探さないで、私のことすべて忘れて。じゃあ元気でね。なるほど、これでこういうことだったんだね。なるほど、それは理解できたわ。なるほどね。なんかやばそう。なんかやばない？これ。これ絶対早く行った方がいいとか、そういう系？あ？いた。これからはずっと一緒だよ。は？の。何俺も動揺しすぎだけど、何これどうなってんの。うわ、船が爆発した。あー、なんか落ちた。あー、なんかすごい。うん、で自分はそこで気を失ったって感じ。おー、なるほどね。これで思い出した。ええ、エブリン、思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね。いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になってならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。うわ、びっくりした。え、セーブできる。やった、セーブできるぜ。嬉しいな、セーブできるっていう幸せだよね。いやー、けど、どれぐらい撮ってんだろうな。もう3時間ぐらい撮ってんのかな。そこまで撮ってないか。結構撮ってるけど、まあまあ。ここか。薬液か。作っとこうか、じゃあもう。あ、なんかあった。いや、はしごで上に行く系か。こっちはじゃあ行けないのか。いや、行けんのか。中身が抜き取られているようだ。インさんを探すな、ん？あれ、なんでミアもじゃあ一緒にいるんだ。ふと思ったんだけど、俺一応選んだんはあれじゃなかったっけ。あっちの女の子の方だったよね。ゾイだったっけ、だった気がするんだけど、なんでだ。薬液がいっぱい落ちてる。落ちてるというか置いてるっていうべきか。壊れてんだこれ。開かないのか。ってことは結局上に行くしかないんだ。あー、これやばいなー、ほんとに。よし、じゃあ上に行くか。え、けどこれは時間系列的にどこなの？いまいち俺分かってないんだけどさ、あれなの、あの、Eさんは探さないでって言ってたけど、脱出、うん？時間系列がいまいち分かんないな。まあそのうち分かるでしょう、やっていくごとに多分。後ろが一番怖いよね。え、船長室がこれどっかだよね多分。まだ使えそうね。まだだ、まだまだそれを見るべき時間ではない。アイテムとか、あ、なんもない。うわー、というか広いなー。まあさすがにここ全部調べるというわけではなさそうだけど、さすがにここ全部調べるよって言われたら結構やばいよね。
なんもない。ガンパウダー？なんでガンパウダーがあるんだ。開いたし。ってことはどっかで銃ゲットするとかそういう系か。え、銃ゲットできたらすごい心元が強いよ。うん。はあ。いざ。あ、いた。S2 の5。まだ間に合えばいいけど。わかった。一番下ね。一番下か。うわっ。嘘つき。やめなさい、エブリー。びっくりした。もう幻覚はたくさん。あの子はどこなの？とにかくこっちか。ここは船長室。あー、ちょっと待って、ピックピック探そう。ピック、え、なんでクロスレンジ。うわー、見取り図だ。しかもさ、おかしかったぞ今。はい、配線の見取り図って書いてたけど、これもともと配線じゃなかった気がするんだけどな。まあええか。だってこれ欲しい、これ開けたいよ。大丈夫かな。あ、そうか、向こう側開けただけか。まあそう簡単に銃はもらえないよねっていうやつだろうね。あー、なるほどね。こっから下行けるよって感じか。ただ下に行く気は毛頭ない。が、下に行かなければいけないの。なにこれ。あ、リモコン爆弾だ。あ、ここ閉まってたところか。リモコン爆弾はぶっちゃけいらないんだよな。まああっても嬉しい。いや、ある方が嬉しいけど。ハーブか。ああ。これ降りるのか。よし。あ、なるほどね。で、ここは？あ、さっきのところか。あ？これ見てなかった。うん、入れるだけでいいんだって、なんかを。え、ちょっと待って、俺はどうやって行ったんだったっけ。あ、こっち上がっていったから別にいいんだ。ごめん、どこに何がいるのか全然わかんないんだよね。ヒューズが抜けている。ケーブルヒューズ。ルイスへ、ケーブルが完全に焼けちまってる。階があったんだが、3階の。あー。なるほど。あ、なるほどね。登るか降りるってことか。ここ2階だね。影が怖い。よし。あ、セーブ場か。あ、金属溶かすやつ。ハンドガンの弾。ああ、なるほどね。さっきのやつだね。ここなんもないもんね。どうするか。あ、もう完全的に全部見れるじゃん。ここか。あれ？消えた。ナイフすら持ってないからね。どうするか。
いたあれはやばい系使っちゃうか。大丈夫かな。お、あれ、今死んだ。びっくりした。今なんかあの左から敵が来たのかと思った。ああ、ここであれか。すごいなんか脆くなってんね。大丈夫かな。これ何？あ？あ、ここか。うわー、思った。今の爆弾ミスった感やばいんだけど。ミスったな、今の爆弾。もうちょっと我慢しとけばよかった。よし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 、何もない。せめてハンドガンだけでも欲しいな。なに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 、なんかやばいっていう音はわかる。え、あ、あれ飛ばしてくるやつか。やばいね。うん、なんかいろんな意味でやばいね、ここ。死んじゃうかもしんない。なんかいなくなったし、音消えたし。でもさ、痛い。なんなんだよお前、いきなりそれはやめてくれよ。あ、もうダメだ。俺もうダメだ。俺はもうダメだ。なんかリモコンあったわ。あ、もうわかんない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 。もう、もう、な、なに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 。あ、もう、気持ち悪いな。え？俺どうすんの？え、どうすんの俺。え、やだ俺こんな死に方。なんか俺生きたわ。これはディモコンを頑張ってやらないとダメ系。やった。あ、もういいよ、もういい、もういい。お前なんだよその秒数無視の攻撃はやめてくれ。秒数無視の攻撃はやめてくれ。あ、やばい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 、絶対やばい。痛い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 。もういいよ、もういい。もうお前めっちゃ追ってきてるじゃん。もう来いよー。嘘だろ。それはそれはちょっとなしでしょ。やばいじゃん。ケーブル1個ゲットできたけど、ダメージ追いすぎたな今。あ、あ、サバイバルナイフ見つけた。うわー、今見つけたか。いや、いいんだけど。こっちはこれは、うん？ 3 階に行けんのかこれ。あー、
ッケーオッケー。4階って行けたっけ。あ、4階ここだ。オッケーオッケー。行けなかったから別にいいんだ。何なんか4階に入り浸ってるな、あのでかいやつが。もういいや、別に特にでかいやつと戦う気はもうとないし、なんかいるしあいついまいちわかんないね。なんかたまーにしれっといるけど。ね、確かそこにもいたよね。うん、俺の記憶が正しければね、いたよね、やっぱり。うん、知ってた。もうね、もうダメだね。うん、どうしようかね。これ、うん、俺助かるかな。あ、もうやばいじゃん。もうなんかわかんないけどね。閉めとこ。あ、もう怖いもん。もう。大丈夫だった？なんか助かったっぽいね。助かってはないか。なんかいい感じにセーフだったっていうべきか。銃がないのはほんと怖い。あ？なんだあいつ。俺を驚かせるだけ驚かして帰ってたぞ。ある意味悪質だなあいつ。ぽいよ。よし。本当はもう少しね、巻き添えやりたかったんだけど、できんかったね。ははは。で、これなんだ？同じ絵が並んでる系？あ、なるほど。もう何にもないんだよな。んーで、青が上、ピンクが、こうか？うん？ちょっと待ってよ。これ多分これか。これがこうか。開いたわ。うめえ、これはうまいぞ。うわー、ちょっと待って、お前か。痛い、ちょっと無理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 。もうお前いんのかよ。無理だって、お前は早すぎる。使えないのかい。あ、もう積んだじゃん。どうしよう。
回復薬は1個あるんだよ。どれぐらい体力というかダメージかっていうか分かんないっていうね。やばいじゃん。うーお前かよ。痛いわ。なんか倒した。なんか倒したっていうのも なんか変だけど、降りんのは初めてだよね。1階が未知の領域なんだけど、痛い。ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回やらせてくれ。もうなんだろうな、たま、え、どっかにハンドガンあった？お？音が怖いよ。音が怖いからやめてくれ。あった。セーブしよう。クソ型かな、ハンドガンじゃな、心もとねえな。何よりはマシか。来る？違う。いる？だからなんでお前いつもさ来るんだよ。いないし。なんであいつは。こっちから行くなって言ってんの。ああ、もうやだ。あ。あ。フューズゲットした。てかさ、思ったんだけどさ、ここって俺がさ、死に物狂いで頑張っていってるところだよね。もう無理、もう無理、もう無理、もう無理とか言いながらさ、死ぬ気で走ってたよね、俺ここ。開け。頼む、開いて。もういい。敵は来ないでいいです。で、レクリエーションルー、いや、そんな、なんでそんなマシンガンの弾を押してくるの？まずマシンガンの弾すらないからね。リモコンは普通に嬉しい。リモコンだとなんか嬉しさはすごい倍増してる感じが。え、めっちゃ増えたやん。やったぜ。何もない。なんかある。ジャネットや手紙を取るが半年ぶりに、うん、海ばっかりもううんざりだよっつって珍しい客がなって、タンカーで旅行なんてよほど金に困ってるのか。なるほどね。被害に遭われた方みたいな感じになってるよ。これが、どうした？あ、ハンドガンの弾だ。
うんうん。あ、なんだ？全然美しくとも、なんともない旅だけどね、ここ今。もう怖さ以外何ものないからね。ありがとう、回復薬嬉しい。俺たちは助からない。せめて何か起こったか。女の子の声聞いた気のせいがするって言って、アドメが下で何かあったのかな、暴動かもしれんとかなんか言って、戻ってこなくて、黒い化け物が暗く食ってたと。女みたいにわめいて逃げた。なるほどね。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さんありがとうございました。